中現れました。ラドンです。総員、対応する攻撃フェーズへ移行してください。第一部隊、攻撃を開始してください。正体不明の反応を確認。何か来ます。推定到達時間は30秒です。不明の反応、姿を現します。メカゴジラです。第三部隊、攻撃を開始してください。自動防衛機能、正常に働いています。ジェネレーター、出力低下。このままでは破壊されてしまいます。当エリアのジェネレーターは全て。怪獣現れました。ラドンです。G フォース、各部隊へ通達。作戦開始してください。第4部隊、攻撃を開始してください。
ジェネレーターは全て破壊されました。モスラです。災害レベルを1段階引き上げます。災害レベル2に設定。兵器を投入します。総員、対応する攻撃フェーズに移動してください。目標確認。これより攻撃に移る。やはり一筋縄ではいきません。しました。怪獣現れました。ラドンです。総員、対応する攻撃フェーズへ移行してください。攻撃を開始してください。
聞いたのか。ジェネレーターは全て破壊されました。私が政権を任されたのも予定調和だよ。怪獣現れました。ラドンです。 G フォース各部隊へ通達、作戦開始してください。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は300秒。 G フォース投入、緊急停止までの時間稼ぎお願いします。トーチカ機能停止しました。攻撃を開始してください。統治下機能停止しました。ジェネレーター出力低下。ジェネレーター一機破壊されました。統治下機能停止しました。ジェネレーター出力低下。ジェネレーター
ジェネレーター2機破壊されました。予想を上回る速さでジェネレーターを破壊。3に設定。フルメタルミサイル使用。怪獣現れました。ラドンです。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。
しました。現れました。ラドンです。 G フォース、各部隊へ通達、作戦開始してください。第一部隊、攻撃を開始してください。目標捕捉。正体不明の反応を確認。何か来ます。推定到達時間は30秒です。ジェネレーター出力低下。ジェネレーター機能停止。当エリアのジェネレーターは残り1機です。トーチ化、機能停止しました。正体不明の反応、姿を現します。ジェネレーター出力低下。トーチ化、機能停止しました。トーチ化、機能停止しました。ガイガンです。第2部隊、攻撃を開始してください。当エリアのジェネレーターは全て破壊されました。異なるエネルギーをキャッチ。反応低下。もう一体現れました。ロボット?ロボットなのにやる気とあふれる良心を感じる。
現れました。ラドンです。総員、対応する攻撃フェーズへ移行してください。スーパー X 出撃。第一部隊、攻撃を開始してください。スーパー X 30秒後に到達します。ジェネレーター、出力低下。ジェネレーター一機破壊されました。ジェネレーター機能停止。当エリアのジェネレーターは残り1機です。スーパー X 到着しました。当エリアのジェネレーターは全て破壊されました。フェーズへ移行してください。スーパー X2、 覚悟のない者にこの役は務まるはずがありません。怪獣現れました。ラドンです。 G フォース、各部隊へ通達。作戦開始してください。ジェネレーター、緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は180秒。スーパーメカゴジラ出撃。ジェネレーター、出力低下。ジェネレーター、一機破壊されました。スーパーメカゴジラ、30秒後に到達します。ジェネレーター、出力低下。ジェネレーター、2機破壊されました。予想を上回る速さでジェネレーターを破壊。スーパーメカゴジラ到着しました。
スーパー X 出撃。スーパー X 30秒後に到達します。スーパーメカゴジラ機能低下、戦況芳しくありません。第5部隊攻撃を開始してください。スーパーメカゴジラ大破。スーパー X 到着しました。スーパー X。 怪獣現れました。ラドンです。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。もう一体現れました。ゴジラです。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は180秒。第一部隊攻撃を開始してください。ジェネレーター出力低下。ゴジラに異変。冷凍兵器使用制限解除。ゴジラを冷却し熱性エネルギーを減少させます。スーパー X3 出撃。第一部隊攻撃を開始してください。スーパー X3 30秒後に到達します。第二部隊攻撃を開始してください。開始してください。ゴジラ生体反応低下。スーパー
沈黙しました。